高取北中学校では今月、外務省の G7 広島サミット事務局から講師を招き、サミットについて学びました。3年4組の生徒が折り鶴に込めた思いです。世界の平和と人々の願いが叶いますようにと書きました。核兵器が未だにいろんな世界にあるので、なくなっていくことで平和が実現すると思います。広島で生まれた子どもとして自覚を持って、平和について学んだことを発信していきたいと思います。世界から苦しむ人がいなくなりますようにというメッセージを書きました。世界には勉強をしたくてもできない子どもたちがいるので、勉強できる環境があるという当たり前のことに感謝しながら、これからも勉強に励んでいきたいと思います。覚えておこう。